感じかんだなと思った時に行っていきたいと思います。それでは、ね、さっきバイオレットエヴァガーデン見たいなって言ってたんで見ていきたいなと思います。今日頭ボコボコでくさ。ということでね、無事号泣してしまったわけですが、はい、最高でした。まあ、2話と10話を見たんですけど、まあ、2話最初の方やっぱバイオレットちゃんがねまだ感情があんまない頃の方話を見て、同僚の方とかに怒られたり世間の常識がなくて不思議に思われたりだとかしてた2話を見てから、ある程度いろいろ知って人間らしくなったバイオレットちゃんが10話でお手紙を書くって話だったんですけど、そのね10話のお話の内容としては、お母さんと子供がいるところにバイオレットちゃんが出張して、お母さんがもう病気でそろそろ死んじゃいそうになっていることで、お手紙をその子供に娘に対して残すっていう感じでね、自動式人形のバイオレットちゃんにお手紙の代筆を頼んでたわけですよ。でそれをね、そのお母さんが一生懸命バイオレットちゃんと書いて、そのお手紙を、これネタバレになっちゃうんですけど、ここから先知りたくない人は見ないでください。